皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月9日13時42分、テレビに向かって話しかける方法とかでもそうなんですけども、台湾のその4月5日の大地震に関して、報道ステーションの大越さんは番組の最後に本当のことになりましたっていうことを言ってたんですけども、それを自分のそのスマートフォンとか iPad で撮影していたわけじゃないので、その記録というものがどう家のハードディスクドライブとか一般人の方もそうだと思うんですけども、それを再生した時にその言ってた内容はなくなってたりとかするんですね。で、その台湾の地震について多分私のその今までの経験からいくと、以前起きた地震の内容を放送してるんだと思います。っていうのは、傾斜してるビルに対してその次の日6日には鉄骨を間に挟んでたんですね、何本も。それ以上倒れないように。あの大地震、そのある程度の高さ、5階以上の高さのビルだとは思いますけども、12階以下だとは思います。しかしそれが大きく傾斜するぐらい、山間部とかその岩の部分とかが岩の部分とかが、大きく崩れていたりとかもしています。で、それらのことを考えた時に大きな被害が出てるはずですよね、映像を見る限り。じゃあ道路の状況とかを考えた時に、そんなにすぐ早急に次の日もしくはその2日後とかに急に鉄骨間に挟んだりとかって多分できないと思うんですよ。現地にその重機を運搬できるかとか、まず道路を直さなかったら車とかがほとんどのところが、特に震源地の近辺のところとか道路がもうめちゃくちゃなってますから、車の走行っていうのは非常に困難であると。ただそのワールドビジネスサテライトとかで撮影しながら、この台湾の地震本当にリアルタイムで起きてる方ですかって、以前のものですかっていうことを聞いたときに、本当の方やっていうことを大きな声で言ってる人もいたんですよ。その人は最近まだメンバーがいろいろ変わりましたんで、ワールドビジネスサテライト、夜の方ですけども、伊藤さんっていう方だったと思うんですけども、だからその、分かっていて言ってるのか、相内優香とかは何の変ともなかったんですよ、豊島さんとかも。普段はある程度の返答とかは、豊島さんとかするんですね。で、相内優香は昔は黒髪だったんですけども、今は髪の毛染めてる状態で映ってますね。だからもう開き直ってるのか何なのか。だから聞いても返答しない。世の中全体の方向性として、歯止めの効かないその、むちゃくちゃな放送の仕方っていうのを、ずっと繰り返すつもりなのか何なのか。これ他国とかでもね、同じような放送をしていたとしたら、能登半島の地震自体がこれ本当のところいつなのってなると思うんですよ。一応報道ステーションでは能登半島の地震について義援金を会社の方から100万出すとか、そういうふうな放送は見たんですよ。一応その地震自体はその日本列島で住んでる日本人の人たちからしたら、東日本大震災、阪神淡路大震災、熊本地震、2000、
5年から10年までの間に大きな地震2回発生してますよね。北海道でも、震度6の地震があったと思うんですけども、大体それぐらいの期間に。それを考えた時に地震はただ発生してるものであって、まあ同じような場所でまた同じような大きな地震が発生した可能性もあるんですけども、その鉄骨を少なくとも3本以上は確認しました。ビルが傾いて傾斜してるところに鉄骨を入れてるんですね。もうそうなってきたら絶対クレーンとかでしなかったら無理でしょうから、そんなにすぐにできないでしょうとは思うんです。テレビ局が自分たちの放送する目的とか、社会に対しての意味とか、自分たちさえ分かっていればいいの世界になってるようにしか僕には見えないんですね。それとも僕が見てない時の番組とかで、本当のこととか放送してます。ずっといろんなされてることをこう総合的に考えると、みんなもうどうでもよくなってるように見えてしまうんですね。まあまあ、お手上げですね。ちょっとまあ最近アップロードしてる内容とかホームページは YKSK の履歴の一番から見てもらったら、まあわかるかと思うんですけども、まあ大変時間はかかると思うんですけども、そういったことがずっと行われてるんで、僕たちも対処のしようがないんですね、もうこれ以上。だと思います。これ以上のことなんてできるわけはないですね。ただただこう何もかも引き延ばしする行動ばかりをして、で重要な内容はほったらかし、これは、私の感覚からすると国会議員の人たちも皇室の人たちも結局そうだということの感覚にしかならないですね。その今責めてるんじゃなくて、皆さんのその考え方とか、そういうテレビの放送の仕方についてどう思ってるかとか、その本音を知りたくて言ってるんですよ。だからその、いや自分たち天皇家は、その例えば天皇陛下だったら、内閣が決めたその公務の日程、法律でそうなってるから、それに合わせて行動してるっていうことをおっしゃるのか、まあじゃあ他の、天皇陛下たちじゃない皇太子殿下の文人様とかは、じゃあどうなんですかみたいな話とかにもやっぱりなるわけじゃないですか。で、このようなテレビの放送の仕方をしている、そのメリット、デメリットについて、そのメリットなんかどこにも見当たらないじゃないですか。で、デメリットの方が大きいわけであって、何年前に大きな地震がどこそこであったとか、そういうふうな放送とかをただして、その資源の採掘でそうなってる可能性の方が高いっていう本当の話をした方がいいわけであって、だけども誰しもがそこから逃げ出してる。だからまあ今僕がこの動画をアップロードしようと思ったのは、その台湾の地震について本当なのかどうか、その僕の推測からいくと、多分以前発生したものを放送してるんだろうなという感覚ですね。もうこれ正直な本音です。で、そういうことはしっかりと述べなかったら、以前の時も会社が100万円の給付金だとかそういう話だったんですよ。まあちょっとその報道の世界も含めてそうなんですけども、まあとにもかくにも今手に負える状態じゃないっていうところですね。以上です。だからなぜそんなことを放送するのかっていうところで、その
理由誰か分かります？特に報道関係の人たちで。出演者の人たちが上に言われたからじゃあ話にならないですよ、本当に。いろんな法律あるんですから。それ後から昔の放送でしたとかで済ます。論外ですよ。まあ、ただし、やっぱりこう、それと同時に、地震自体は世界中いろんなところ大きな地震が発生しているのが現実ですから、その辺のところは、まあ、死者1000人以上のその災害関係のところの、その一覧表とかは私のホームページからアクセスできるようにしています。それはホームページ淡井圭介の履歴の一番のところから見てもらった方が分かりやすいと思います。世界の災害情報。ただ、能登半島の被害状況を見てもらったら分かると思うんですけども、死者がまだ300人に達していません。だから1000人のところにはあれだけの被害であったとしても乗らないんですよ。だから世界中で同じように大きな、その被害を被ってる地域の人たち、だから能登半島の水道を全て復旧させようと思ったら1年かかるって言われてるんですよ。もうこれはもう1ヶ月以上前から政府の方から現場に消火済み化石を作って、霞が関っていうのは、各省庁が集まってる、霞ヶ丘遺跡のこ、あ、霞ヶ関のことなんですけども、その霞ヶ関のその上の方の人間がもう現場に入って全員集まって同じ部屋に、そこに消火霞ヶ関を作ると。それしなかったら地方の公務員の人たちは中央の方に、これどうなってるんですか、こうなってます、こうしてほしいですを、こうずっと伝言ゲームで上の方にこう順番に言っていくんですね。そしたら一番最後に届いた霞ヶ関では、いや、こういうふうな話になってる。で、こう、ちょっとした食い違いとか出てきたりとかする。だから、もう現場に消火霞ヶ関を作って、そこでもう許可、もうこういうふうに、与えて、もう自分たちの判断でもうどんどん動いてくれたらいいっていうことで、まあ、熊本の大地震の時も確か現場に消火霞ヶ関だったと思いますね。東日本大震災もそうでしたっけ？あとからでしたっけ？それか阪神・淡路大震災の後、現場に消火霞が関っていう話が。だから、まだテレビの放送を見ていても、ワールドビジネスサテライトの放送の仕方を見ていったとしても、まあ、豊島さんなんかは、まあ、小さな範囲ですよ。もう僕はアルコール類を飲まないようにしようと思ってますっていうことは言ってるんですよ。な、それは、そんなことをしてるぐらいだったらバイオエタノールを作った方がいいっていう考え方でね、エネルギーの残存量問題とか。な、その辺のところはお金じゃなくて、今何をしなきゃならないかのところをちゃんと考えてるの方だと思うんですよ。ただやっぱり、ずっとワールドビジネスサテライトとか、ああいう経済番組にずっと出ていたら、どうしても頭の中が経済一色に変わってしまいません。だから出演者の人たちのコメントを一回一回聞いていると、正直ね、別に気なし言うわけじゃないんですけども、自分で自分から言うことによって自分で自分を洗脳してるように見えるんですね。その株価が上がればいいみたいな形だとか、何か誰かはお金で金銭面で得すればいいみたいな形、例えば新 NISA の進め方とかもそうですけども、で、その辺のところで僕は不平不満を数ヶ月前から言い始めて、株価が異常であると、バブル崩壊の頃ですら3万8000だったんですよ。それがちょっと前に4万円突破したでしょう。人口ずっと縮小してるんですよ、世界的に。ほとんどの先進諸国で。二重国籍とか三重国籍の人とか死亡届をずっと回してこないことによって人口は増加してる状態なんですよ。特に陸続きのところは、その近隣の国と親族関係とか、今まで国境はコロ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 変わってますから、まあ人間としてのつながりもあるし、まあ今時は商業原、まあ
商社とか、まあ、会社関係のところで海外に行く、行かないとかもありますし、まあ、スポーツ業界もだいぶ増えたじゃないですか。まあ、それで二重国籍になってる人たちはたくさんいるでしょうし、だから世界の統計で見ると実質一人しかいないのに、ここの国でもいるっていうことになって、一人なのに二人っていう統計の出方になってしまいますから。その辺のところで株価がこんな価格になるわけがないんですよ。あとエネルギーの残存量問題に対処しようと思ったら、逆に株価は下がるはずなんですよ。で、バブル崩壊の頃の水面下の本当の目的って、そのエネルギーの残存量問題に対して、こんな世の中間違ってるの部分もあったんじゃないんですか。エネルギーをたくさん消費するから、車作りすぎだとか、そういうふうなところで。だから1990年のバブル崩壊した後のいろんな各地の遊園地、閉鎖状態だとか、まあいろんな内容は、まあ僕のホームページからもアクセスできるようにしてるんですけども、行政や建築業界の人たちがやらかしてしまったことというような、まあワードですね。それはまだ番号を振り分けてなくて、10番前後のところにあります。ホームページは IK スキャンできる。いろんな動画にアクセスできます。いろんな人たちが現場まあ撮影しに行って、状況。まあ、どこもおかしくもあんなものですよ。もともと。昔からそうです。まあ、昔のその災害情報を放送するぐらいだったら、今の現実、しっかりとどう対処するかですね。だから、新 NISA に関しては、いつの間にか、非課税の期間が積み立て式だと20年。だから、もともと、課税してたものを、なぜ非課税にしたのか、あと上限の枠も200何十万っていうところまで増やして、イギリスはもともとそうだったらしいんですけども、まあ、もうこれ、汚い意見として言わせていただきますね。イギリスは昔、植民地支配をずっと続けていたわけじゃないですか。でも、もちろんそれについては、その行為は間違ってたっていうことをイギリスの人たちは述べているのであって、ただ、海外進出のところの、会社の力関係だとか、そういうふうな部分とかあって、先にイギリスが、非課税の、NISA のようなものを、先に行ったみたいなんですね。だそれを行うと、消費が加速するわけですから、日本国内で車作れるのになぜか、イギリスとかフランスとかの自動車メーカーの車が輸送されてくる。地球の裏側ですよ。何ヶ月かかると思います。1ヶ月以上は絶対かかりますよ。アメリカまで行くのに、パナマ運河まで行くのに1ヶ月ですから。うまくいって。日本からですよ。まあまあ、アメリカの方のって言ったのは、北米と中米の間がパナマ運河ですから、皆さん現実見た行動をするっていう話が、どこの報道機関からも見当たらないんですよ。以上です。